ゲレボラトとは、モンゴルのハーンであるバトモン家の子供の一人。アルタンハーンデンでは、ゲゲンモン家とも表記され、ウルート部を統治したことから、ウルート大事とも称される。ダヤンハーンとその側室ジャライルのスミルハトンの間の、息子として生まれた。同母兄弟には、外、ハルハを統治したゲレセンジェがいる。ゲレボラトが、ダイアンハーンより分放された部族は資料によって異なり、猛攻源流。 蒙古余計府が、アオハンと内マンとするのに対し、アルタンとプチや、その他のモンゴル年代記は、ウルートと記す。しかし他の資料で、アオハン内ンを最初に分布されたのが、トロボラとの孫ボイマタイジであると確認できることから、実際に、ゲレボラとに分布されたのはウルートであると、考えられている。ゲレボラと王家が統治する、ウルート部は、チャハルトゥメンの参下にある、 遊牧集団であるとされるが、チャハル、ハチオトクの中には数えられておらず、チャハルの中でも特殊な地位にあったと見られている。ゲレボラと王家が統治する、ウルート部は、ジャルート、ハラチン、ヘシグテンといった他の部族と共に、新朝の体操本退時に振ったが、旗に編成されることなくその後の動向は不明である。古源流の記述による吉田1998、 233ページ。また、漢文資料に記される、正代基地と同一視する説もあるが、これは、イボ兄弟、ウバさんじゃ、賃退治を誤って二つに分けたもので、ゲレボラとの別称ではない森川1976、144ページ森川1976、144ページ森川1976、145ページ。ありがとうございます。